10月22日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。門列1レース。予想上位はシャンパイン。目標タイムは1分3.1秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列2レース。予想上位は佐々金友次郎。目標タイムは1分8.3秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列3レース。予想上位は栄進ラセーニュ。目標タイムは1分8.5秒です。荒れにくいレースになりそうです。門列4レース。予想上位はチードリバ。目標タイムは1分 45.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列5レース。予想上位はファピオラ。目標タイムは1分 45.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。門列6レース。予想上位はアンクルサンダー。目標タイムは1分 15.6 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。門列7レース。予想上位は名勝孫市。目標タイムは1分 15.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列8レース。予想上位は妻屋。目標タイムは1分 52.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列9レース。予想上位は龍の真空波。目標タイムは1分 2.4 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列10レース。予想上位は後にも先にも。目標タイムは1分 2.4 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。門列11レース。予想上位はグレートフリオーソ。目標タイムは1分 56.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列12レース。予想上位はジャスパーメジャー。目標タイムは1分 13.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。盛岡1レース。予想上位はウエストリーダー。目標タイムは1分 28.2 秒です。荒れにくいレースになりそうです。盛岡2レース。予想上位はディアマンドロップ。目標タイムは1分 28.2 秒です。荒れにくいレースになりそうです。盛岡3レース。予想上位はオランジェロ。目標タイムは1分 27.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。盛岡4レース。予想上位は月山と。目標タイムは1分 27.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。盛岡5レース。予想上位はソルエストレーラ。目標タイムは1分 0.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。盛岡6レース。予想上位はレクレールドパリ。目標タイムは1分 0.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。盛岡7レース。予想上位はホビースト。目標タイムは1分 28.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。盛岡8レース。予想上位はトゥーベ。目標タイムは1分 27.6 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。盛岡9レース。予想上位はルボートン。目標タイムは1分 27.5 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。盛岡10レース。予想上位はファルコンビック。目標タイムは1分 39.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。盛岡11レース。予想上位はミヤコプレジール。目標タイムは1分 39.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。盛岡12レース。予想上位はウィニングライブ。目標タイムは1分 39.6 秒です。
荒れる確率の方がやや高いです。浦和一レース、予想上位はルージュルージュ、目標タイムは0分 49.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和二レース、予想上位は前回ワールド、目標タイムは1分 31.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和三レース、予想上位はニンリル、目標タイムは1分 32.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。浦和4レース、予想上位はチョートビー、目標タイムは1分 29.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。浦和5レース、予想上位はグローリアスフィル、目標タイムは1分 39.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。浦和6レース、予想上位はハッピーエッピー、目標タイムは1分 33.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。浦和7レース、予想上位はエイシンエーメラー、目標タイムは1分 31.8 秒です。超荒れそうな予感がします。浦和8レース、予想上位はノクターナル、目標タイムは1分 29.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。浦和9レース、予想上位はオーシンスカット、目標タイムは1分 30.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和10レース、予想上位はエコルウォーリア、目標タイムは0分 48.9 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。浦和11レース、予想上位はシーサーペント、目標タイムは1分 28.2 秒です。荒れる傾向が強いです。浦和12レース、予想上位はエナジーポコポコ、目標タイムは2分 8.7 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。金沢1レース、予想上位はベストリターナー、目標タイムは1分 30.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢2レース、予想上位はレジーナチェリー、目標タイムは1分 37.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢3レース、予想上位はレイフロレット、目標タイムは1分 29.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢4レース、予想上位はアイランドピーク、目標タイムは1分 37.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢5レース、予想上位はウィンサマースノー、目標タイムは1分 29.4 秒です。荒れにくいレースになりそうです。金沢6レース、予想上位はビューティーハニー、目標タイムは1分 38.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢7レース、予想上位はヤマメクイーン、目標タイムは1分 29.8 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢8レース、予想上位はベルウッド四季島、目標タイムは1分 38.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。金沢9レース、予想上位はジェットマックス、目標タイムは1分 30.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢10レース、予想上位はリベリユール、目標タイムは0分 54.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢11レース、予想上位はテトラルキア、目標タイムは1分 34.9 秒です。硬いレースになりそうです。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。コスモカピタン、ビーちゃん、ティーズクレア、アルゴフィーオ、ミソ太郎、
帝王エメラルド、ファピオラ、ムナトライオン、スズオリーブ、ジャスパーサン、マナカノア、レゼルファセット、プラウドヒストリー、ハニーディライト、ライプトラオム、リアルミー、グレートフリオーソ、宣言トップ、エバニスタ、大名富士、ララちゃん、ワクワクルンルン、キーナイス、冒険アマゾネス、マーニク、コキュートス、エナジーフォルテ、レクレールドパリ、チハヤブルラーン、ヒロシゲパール、ピアージュ、ポポラーレウーノ、ノブ、シャンブレー、ハピネスガッサン、ファルコンビーク、サンエントジアスタ、チウラグランデ、ウィンフェイデ、ビッグタマテルーフ、サンエイコンドル、チェナエス、ワンダーフィール、サダージ、ドナミント、サナノタルマエ、クレストライン、ロイヤルジョダーナ、ラブリーモンスター、クリスタルローレル、デリリウンヌ、シバノエスコドール、ナリタアンビション、ボビン、ノクターナル、カラフルピーチ、グリーンブラボー、ダンシングクライ、アムクラージュ、ルージュブラゾン、レジーナチェリー、アルマケルブ、スワーブジョーダン、ウィーンサマースノー、シュンプー、クリオネ、名称アダーラ、マクシミリアン、プレストマジック、タエサイ、小雪ちゃん、トーケンシュン、メイ君、トールハンマー、ウィルアルタ、名称孫市、カミンスキ、ケイアイカペラ、フォルトゥーレ、カイザーメランジェ、タイガ、マニフィックブリエ、ケイティキセキ、キタノマーベラス、チョコラータ、ウェルメイド、アルティマボス、アスノヒロイン、ブライリー、メロパール、エターナルジェイド、ウィーンフランドル、ニンリール、ホームランバッター、バジガクエブリン、モー、ラウズアップ、アミン、ウィーンプロバンス、チェスナットドレス、スマイルアップ、グロー、サイレントウルフ、ギルデッドフレーム、ナイトプラネット、デストリターナー、ウィズ・ザ・タイムズ、シェルター・ベルト、サン・アントニオ、ラテント・パワーズ、スティール・サンダー、オータニズ・スマイル、ミス・ナンナ、ポム・ファッジ、M1 ハルコ、クレーン・パーディタ、ビルボード・クイーン、エアリエル、タナ・キー・ボー、ミユキ・ザ・ストロング、ワルス、ネモフィラ、メトリカル・セオリー、ロード・グリュック、プリティキャット、ペイシャ・グレイス、アクティブ・テーラー、アース・スカーレット、エグザルテーション、ワンビ、テンケイ、セユン・ガオリー、クール・ギブス、ツマヤ、ヒデノスケ、マドモアゼル・ハポン、ラン・オブ・ザ・ワールド、ウィリディタス、DSL、ダグ・フォース、サラ・コナン、マイラ・シャーン、サッチモ、ブリリアント・ウェイ、デスパー・ローズ、ヤマショー・シャイン、リベリアン・ガール、エムティ・ヒビキ、ピック・アンド・ロール、ソルエストレーラ、アーク・ビル・ヌープ、大崎・ワンダー、リッチー・シャーチ、パンプキンズ、シャイニー・ヤマト、カシノ・フワード、ラピス・アダマンス、ピシュマニエ、コリコ、ソロムコ、ハローキャンディ、ミヤコプレジール、マツリダショパン、キュリエール、メインステイ、スノーピーコック、ヒメサユリ、ビナベンチェ、カジバの馬力、ダイのメロディ、ディープオーキッド、ディスクリプション、マナコル、グローリアスフィル、大したもんだろ、ビーチガール、
ミッシー・コルザ、マッシュ・ブライト、ハッピー・エッピー、アンジュ・マローン、アイアン・オー、ブライト・オーシャン、ヌートバー、イル・ローザ、シャイニー・アイドル、ゴー・プラチナム、シェナ・ブライト、ラビン・ツァラ、サノのレインボー、ウィンド・フレーバー、セルフ・メイド、シルバー・ゴースト、ジュラメント、エナジー・ポコ・ポコ、ヒロの誉れ星、カミソリ・ストレート、アポロ・セイラン、シビル・ボーイ、マイ・ベリテ、アイランド・ピーク、ジュン・シリアス、ピッチ・ブルース、栗の響き、プーラン、ノブのキャット、ベレノ、ミツカネーリーズ、シャンパンイン、レーヌ・デ・ゼトワール、フォート・ウィリアム、エイシン・ディ・デイ、モーニング・コスモス、イッツ・オーケイ、ドラ・タイザン、ナリタ・マフリー、ローズ・バレー、レイ・フロレット、マイ・ラブ・ホーセイ、白山クリスタル、ヨドのストーリー、白山セーブル、白山アルタイル、スペシャルデイズ、ビューアンメリー、ファルギラント、ネクストレベル、バードハズフローン、ジョートビー、エコールウォーリア、アペーゴ、GH グールド、ファートム、カイトキング、ラニーズグレイス、キングオブワールド、シークレットロゴ、セイランクロフネ、ペプチドアーニア、後にも先にも、プリティキッス、マルケイフォルテ、タイキクラージュ、ポッピングシャワー、ラグーンリバティ、エルティーナ、コンバットスピカ、シーオブクラウズ、イデアイゴッソー、ビナサクセス、トーセンサマンサ、レイバローゼ、アストリット、テキーラワルツ、イズジョーの光、M.O. 小町、ドミナンス、スマイルフレンド、デーレーディーバ、ウエストリーダー、アルバレス、ヨロシオスナ、リリー・コレール、ミス・フライデー、ロッキー・タイタン、ズーシーノ。門別第一レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。まずは7番頭ケイシュンが先頭に立ちます。7番頭ケイシュンの背後には9番エコノミカ、4番コスモカピタンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番シャンパンイン。その後には7番頭ケイシュンと4番コスモカピタンが続きます。6番シャンパンインそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。6番シャンパンインが1着見事。続くは10番、7。門別第2レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは1番スティールサンダーが先頭に立ちます。後を追うのは7番メイク、9番シャッタースピードか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番スティールサンダー。その後には8番ササキンともじろうと7番メイクが続きます。1番スティールサンダーそのまま独走か、逃げ切れるか。1番スティールサンダーが1着見事。続くは6番、5番、10番か。門別第3レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。3番エイシンラセーヌが早速先頭を取る。2番手は6番ティーズクレア、7番フロレシミエントか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番エイシンラセーヌ。その後には6番ティーズクレアと7番フロレシミエントが続きます。5番ミライヘ・ホーショーが後ろから追ってくる、追い抜くか。5番ミライヘ・ホーショーがゴールイン。続くは6番、2番、7番か。門別第4レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。5番ツイードリバが早速先頭を取る。後を追うのは8番ウィルアルタ、2番リリーパークか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ツイードリバ、その後には8番ウィルアルタと2番リリーパークが続きます。1番キングオブワールドが先頭に立つか、先頭か。1番キングオブワールドがゴールイン。続くは5番、8番、4番か。門別第5レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。3番モーニングコスモスが前に行きます。その後ろには4番グルマンド、6番ファピオラか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ファピオラ、その後には3番モーニングコスモスと5番テオーエメラルドが続きます。6番ファピオラそのまま逃げ切れるか、独走か。6番ファピオラがゴールイン。続くは7番、5番、3番か。門別第6レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは9番典型が先頭に立ちます。2番手は4番シュタイフブリーゼ、7番ワンミカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番典型。その後には4番シュタイフブリーゼと5番エグザルテーションが続きます。8番アンクルサンダーが先頭に立つか、先頭か。8番アンクルサンダーがゴールイン。続くは4番、5番、3番か。門別第7レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは4番ファインギフトが好スタートを切った。その後ろには2番スターメイデン、7番オータニズスマイルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ファインギフト、その後には2番スターメイデンと7番オータニズスマイルが続きます。2番スターメイデンが追い上げてくる、追い抜くか。2番スターメイデンがゴールイン。続くは12番、3番、4番か。門別第8レース、さ、舞台は整いました。スタートを切りました。9番ハニーティライトが前に行きます。9番ハニーティライトの背後には3番ベゼルファセット、7番ツマヤか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ツマヤ、その後には3番ベゼルファセットと6番ファートムが続きます。7番ツマヤそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。7番ツマヤが1着見事。続くは3番、8番、6番か。門別第9レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは11番マドモアゼルハポンが先頭に立ちます。2番手は8番オプションプラン、4番ヒデノスケか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番マドモアゼルハポン、その後には4番ヒデノスケと8番オプションプランが続きます。7番コリューカゲミツが先頭に立つか、先頭か。7番コリューカゲミツがゴールイン。続くは4番、9番、1。門別第10レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。9番後にも先にもが前に行きます。並ぶように3番カミンスキ、6番ランオブザワールドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番後にも先にも、その後には3番カミンスキと6番ランオブザワールドが続きます。9番後にも先にもそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。9番後にも先にもがゴールイン。続くは8番、4番、10番。門別第11レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。3番 DSL が前に行きます。その後ろには1番リアルミ、4番ヨロシオスナカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番 DSL。その後には1番リアルミと6番グレートフリオーソが続きます。1番リアルミが先頭に立つか、先頭か。1番リアルミーがゴールイン。続くは7番、8番、12番か。門別第12レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。7番スティールルージュが早速先頭を取る。7番スティールルージュの背後には4番サラコナン、3番ジャスパーメジャーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番スティールルージュ。その後には4番サラコナンと3番ジャスパーメジャーが続きます。3番ジャスパーメジャーが後ろから追ってくる、追い抜くか。3番ジャスパーメジャーが1着見事。続くは9番、7番。盛岡第1レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは1番マリリンが好スタートを切った。並ぶように4番成田マフディ、2番マイラシャーンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番成田マフディ、その後には1番マリリンと5番ウエストリーダーが続きます。5番ウエストリーダーが追い上げてくる、先頭か。5番ウエストリーダーがゴールイン。続くは2番、4番、6番か。盛岡第2レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは4番クレーンパーディタが好スタートを切った。後を追うのは6番ワクワクルムン、8番キーナイスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ディアマンドロップ。その後には9番リベリアンガールと8番キーナイスが続きます。5番ディアマンドロップそのまま独走か、逃げ切れるか。5番ディアマンドロップが1着見事。続くは7番、9番、3番か。
盛岡第3レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。7番オランジェロが前に行きます。並ぶように4番ステップ、1番ビルボードクイーンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番オランジェロ。その後には4番ステップと1番ビルボードクイーンが続きます。7番オランジェロそのまま独走か。独走か。7番オランジェロが1着見事。続くは4番、2番、1番か。盛岡第4レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。4番ミツカネイリーズが早速先頭を取る。その後ろには5番マニフィックブリエ、8番は月山とか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番は月山と、その後には4番ミツカネイリーズと9番大聖シップが続きます。6番プリキキスが先頭に立つか、先頭か。6番プリキキスがゴールイン。続くは4番、8番、3番か。盛岡第5レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは2番マッシリアが先頭に立ちます。並ぶように12番ネクストレベル、4番エナジーフォルテか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番マッシリア。その後には5番アクビルヌーブと4番エナジーフォルテが続きます。4番エナジーフォルテが追い上げてくる、先頭か。4番エナジーフォルテがゴールイン。続くは1番、9番、6番か。盛岡第6レース、各馬、揃って。スタートを切りました。8番レクレールドパリが早速先頭を取る。2番手は11番チハヤブルラン、5番リリコレールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番レクレールドパリ。その後には3番ケイキ奇跡と10番刀が続きます。8番レクレールドパリそのまま独走か。独走か。8番レクレールドパリがゴールイン。続くは4番、10番、7番か。盛岡第7レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは5番ホビーストが好スタートを切った。後を追うのは2番チョコラータ、1番デイタムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ホビースト、その後には2番チョコラータと1番デイタムが続きます。6番サバンナナイツが先頭に立つか、追い抜くか。6番サバンナナイツがゴールイン。続くは3番、10番、9番か。盛岡第8レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。先頭を走るは4番ポポラーレウノ。2番手は9番マルティマボス、3番ライジングホープか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番マルティマボス、その後には1番ドゥーベと3番ライジングホープが続きます。1番ドゥーベが追い上げてくる、先頭か。1番ドゥーベがゴールイン。続くは5番、7番、9番か。盛岡第9レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。まずは12番レーヌデゼトワールが先頭に立ちます。後を追うのは4番ピシュマニエ、6番アスのヒロインか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番レーヌデゼトワール。その後には6番アスのヒロインと4番ピシュマニエが続きます。3番ルボートンが後ろから追ってくる、追い抜くか。3番ルボートンがゴールイン。続くは6番、11番、1番か。盛岡第10レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。5番大聖マイウェイが前に行きます。5番大聖マイウェイの背後には10番ファルコンミーク、2番ライトフィールダーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ファルコンミーク、その後には2番ライトフィールダーと5番大聖マイウェイが続きます。10番ファルコンミークそのまま独走か、逃げ切れるか。10番ファルコンミークが1着見事。続くは3番、7番。盛岡第11レース、各馬、揃って。スタートを切りました。5番ミユキザストロングが早速先頭を取る。2番手は12番アダマスミノル、2番ツアーモデルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ミユキザストロング、その後には2番ツアーモデルと6番ロッキータイタンが続きます。1番ミヤコプレジールが先頭に立つか、追い抜くか。1番ミヤコプレジールがゴールイン。続くは9番、2番、6番か。盛岡第12レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは8番神の輝きが先頭に立ちます。その後ろには11番ドリームキャッチ、6番サンウェイブレイブか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番神の輝き、その後には6番サンウェイブレイブと11番ドリームキャッチが続きます。2番ウイニングライブが後ろから追ってくる、追い抜くか。2番ウイニングライブがゴールイン。続くは5番、8番、10番。裏は第1レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは8番ルージュルージュが好スタートを切った。2番手は9番サダージ、7番君にメロメロか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ルージュルージュ。その後には5番キュリエールと7番君にメロメロが続きます。7番君にメロメロが追い上げてくる、追い抜くか。7番君にメロメロが1着見事。続くは9番、8番、5番か。裏は第2レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは11番サノのタルマエ。11番サノのタルマエの背後には3番メロパール、1番ドナミントか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番メロパール。その後には1番ドナミントと11番サノのタルマエが続きます。4番ラニーズグレイスが先頭に立つか、追い抜くか。4番ラニーズグレイスがゴールイン。続くは2番、3番、8番か。裏は第3レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。先頭を走るは2番ニンニル。2番手は6番ゴールドキッド、9番ロイヤルジョダーナか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ニンニル。その後には10番ホームランバッターと6番ゴールドキッドが続きます。6番ゴールドキッドが追い上げてくる、先頭か。6番ゴールドキッドが1着見事。続くは2番、10番、4番か。裏は第4レース、各馬、揃って。スタートを切りました。先頭を走るは1番シナノクーパー。その後ろには9番マナコル、7番ディスクリプションか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ジョートビー。その後には9番マナコルと1番シナノクーパーが続きます。5番ジョートビーそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。5番ジョートビーがゴールイン。続くは9番、1番、6番か。裏は第5レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。6番ミッシー・コルザが前に行きます。その後ろには1番グローリアス・フィル、8番ベリリウンヌか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番グローリアス・フィル、その後には4番ミストラと6番ミッシー・コルザが続きます。4番ミストラが後ろから追ってくる、先頭か。4番ミストラがゴールイン。続くは1番、2番、7番か。裏は第6レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは8番芝のエスコドールが好スタートを切った。2番手は3番アンジュマロン、2番トゥアウォーフか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番トゥアウォーフ。その後には1番ハッピーエッピーと8番芝のエスコドールが続きます。1番ハッピーエッピーが追い上げてくる、先頭か。1番ハッピーエッピーがゴールイン。続くは2番、8番、6番か。裏は第7レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは11番ケイティユイが先頭に立ちます。並ぶように1番ジニアーズウィッシュ、3番エイシンエメラーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ケイティユイ。その後には3番エイシンエメラーと12番ブライトオーシャンが続きます。12番ブライトオーシャンが追い上げてくる、先頭か。12番ブライトオーシャンが1着見事。続くは3番、10番、5番。裏は第8レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは2番ノクターナルが好スタートを切った。後を追うのは11番マルバレス、6番プラビータか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ノクターナル。その後には11番マルバレスと7番アンジュマリーナが続きます。2番ノクターナルそのまま逃げ切れるか、独走か。2番ノクターナルが1着見事。続くは11番、6番、7番か。裏は第9レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。まずは1番オーシンスキャットが先頭に立ちます。並ぶように10番シャイニーアイドル、4番エアシャローか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番オーシンスキャット。その後には10番シャイニーアイドルと4番エアシャローが続きます。1番オーシンスキャットそのまま逃げ切れるか、独走か。1番オーシンスキャットがゴールイン。続くは4番、12番、5番か。
浦和第10レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは5番エコロウォーリアが好スタートを切った。5番エコロウォーリアの背後には4番ゴープラチナム、9番南東か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番エコロウォーリア。その後には11番ダンシングクライと4番ゴープラチナムが続きます。7番シェナブライトが追い上げてくる。先頭か。7番シェナブライトが1着見事。続くは11番。浦和第11レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは9番シルバーゴースト。その後ろには10番シーサーペント、1番アムクラージュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番アムクラージュ。その後には10番シーサーペントと7番ルジュブラゾンが続きます。10番シーサーペントそのまま独走か。逃げ切れるか。10番シーサーペントがゴールイン。続くは3番、5番、1番か。浦和第12レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは1番当選サマンサが好スタートを切った。その後ろには4番マイドオーキニ、6番ジュラメントか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番当選サマンサ。その後には10番エナジーポコアポコと6番ジュラメントが続きます。3番ケンタッキースカイが後ろから追ってくる、追い抜くか。3番ケンタッキースカイが1着見事。続くは5番、9番。金沢第1レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。まずは11番ベストリターナーが先頭に立ちます。並ぶように8番カミソリストレート、3番ランハルトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ベストリターナー。その後には8番カミソリストレートと9番サーストンユタが続きます。11番ベストリターナーそのまま逃げ切れるか。独走か。11番ベストリターナーがゴールイン。続くは1番、8番。金沢第2レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。5番ウニタが前に行きます。後を追うのは10番トンボ、2番ガーデンオブエデンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番トンボ、その後には5番ウニタと4番レジーナチェリが続きます。4番レジーナチェリが追い上げてくる、追い抜くか。4番レジーナチェリが1着見事。続くは10番、2番、11番か。金沢第3レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは6番アストリッドが好スタートを切った。並ぶように8番サノノリッチ、3番シュプールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番レイフロレット。その後には6番アストリッドと8番サノノリッチが続きます。7番レイフロレットそのまま独走か。逃げ切れるか。7番レイフロレットが1着見事。続くは8番、6番、10番か。金沢第4レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。3番テキーラワルツが早速先頭を取る。後を追うのは10番マイラブホーセイ、6番ロングレジリエントか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番マイランドピーク。その後には10番マイラブホーセイと7番ダンテズセブンが続きます。5番マイランドピークそのまま逃げ切れるか。逃げ切れるか。5番マイランドピークがゴールイン。続くは7番、1番、3番か。金沢第5レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。先頭を走るは1番ウィンサマースの。その後ろには8番フォーゲルバイで、2番春風か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ウィンサマースの。その後には8番フォーゲルバイでと2番春風が続きます。1番ウィンサマースのそのまま独走か。逃げ切れるか。1番ウィンサマースのが1着見事。続くは8番、7番、4番か。金沢第6レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。まずは10番ビューティーハニーが好スタートを切った。並ぶように2番ガンジャクイーン、5番山陽赤ヘルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ビューティーハニー。その後には2番ガンジャクイーンと3番イズジョーの光が続きます。10番ビューティーハニーそのまま独走か。独走か。10番ビューティーハニーが1着見事。続くは7番、3番、4番か。金沢第7レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは1番白山クリスタルが先頭に立ちます。1番白山クリスタルの背後には7番ヤマメクイーン、8番月がきれいですねか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番白山クリスタル、その後には7番ヤマメクイーンと8番月が綺麗ですねが続きます。7番ヤマメクイーンそのまま独走か、独走か。7番ヤマメクイーンがゴールイン。続くは金沢第8レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。1番ラテントパワーズが前に行きます。その後ろには9番エイシンシルエット、4番ベルッド敷島か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ラテントパワーズ、その後には4番ベルッド敷島と9番エイシンシルエットが続きます。4番ベルッド敷島が後ろから追ってくる、先頭か。4番ベルッド敷島が1着見事。続くは7番、8番、3。金沢第9レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。5番マクシミリアンが早速先頭を取る。並ぶように4番ジェットマックス、8番リューノステルスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ジェットマックス、その後には5番マクシミリアンと8番リューノステルスが続きます。4番ジェットマックスそのまま独走か、独走か。4番ジェットマックスがゴールイン。続くは2番、5番、7番か。金沢第10レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。2番志向が早速先頭を取る。後を追うのは6番ノブノキャット、7番リベリユールカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ノブノキャット、その後には2番志向と7番リベリユールが続きます。4番サンエイグレースが後ろから追ってくる、追い抜くか。4番サンエイグレースがゴールイン。続くは1番、8番、6番か。金沢第11レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは5番大祭が先頭に立ちます。並ぶように7番テトラルキア、6番カサデガか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番大祭、その後には7番テトラルキアと4番トランスナショナルが続きます。3番白山アルタイルが後ろから追ってくる、先頭か。3番白山アルタイルが1着見事。続くは5番、7番、4番か。